皆様恐れ入ります、大江豊でございます。今年は15年ということで第2弾の新曲が発売されました。曲名は城崎しぐれ月という歌でございますけども、あんまり今まではご当地ソング歌ったことないんですよね。でしかも男性の思いを歌った歌っていうのは僕初めてなんです。今まで女歌とかね、同時でのろまととかなんか元気いっぱいある歌が多かったんですけども、今回はしっとりと別れた女性を振り返りながら、城崎温泉をずっと丹後の方から旅をしていく男性の姿振り返って思い出しながら、あの人元気かなっていう内容になってます。歌っても聴いてもいい曲でございますので、ぜひ皆様この城崎しぐれ月を可愛がっていただきたい。